埼玉県入間市と、東京都西多摩郡瑞穂町をエリアとする、ケーブルテレビ局になります。サービスとしてはテレビサービスを中心に、インターネット、電話、あとは最近はスマートフォン、そして4月からは、電気事業ということでサービス展開をしております。ノンリニアの編集機で の編集がやっぱり増えていく中で、やっぱり機材の少なさ、それからスペックの高さが求められている。で、合わせてケーブル業界自体が 4K という取り組みを今始めておりますので、その中で 4K に見合った性能を持ったパソコンがやっぱり必要かなというところで、新しいものを探していたところですね。やっぱりノンリニア編集というのが中心に作業を行うんですが、パソコンの性能にやっぱり依存することによって、エンコードの時間がかなりかかっていたんですね。それが購入したパソコンのスペックがかなり上昇しましたので、作業効率が非常にアップしたというのが課題が解決したところですかね。やはり年度の予算の中でやりくりしておりますので、同じ金額、同じ予算の中で他社と比較して一つ上のクラスの CPU を選べたというのが大きいかなと思います。またマウスさんのサイトはワンストップでいろんな CPU、グラフィックボードを選べますので、そういった面で選びやすさがやはり決め手となりました。やはり描写力が求められるので、業務内容からプロ向けのクアドロを選びました。今 4K の編集もやってますけれども、将来的な HDR というのも描写を見越してですね、クアドロの5000番台、これを最終的には選びました。現在映像の進歩っていうのは 4K からさらにその先は 8K が待っています。それに合わせて編集する側としてもですね、パソコンのスペックがかなり高いものが求められています。当社としてもですね、今使っている機種よりさらに高性能な機種へのリクエストが必要になります。マウスコンピューターさんにはですね、引き続き高性能で先進的な製品の提供をお願いしたいと思います。